手す <laughs> がちまった <laughs> ごめんねーあ直撃するのえー、何日ぐらいに来るんかねやだーちょっとやだね火曜日今ない日曜日じゃああさって何かあったっけえー、そうなんだ え雨が降るんのやだねーなんかあんまり大事にならないことを祈る <laughs> メルの皮。皮川遊です。2体目になりました。 フ <laughs> 色違いなかった二 <laughs> 体目になるんだけど同じ色かわいいでしょ こんばんは。でけえ、いやでも、これちっちゃいやつなんよ。違うとしない。これはんなんやな。本当はね、四国水族館にはね。あのね、もっと色が濃い子がいたんですけど。宮島は。薄い子。しかいなかった。<laughs> これでもちっちゃいです本当にこれが一番ちっちちちっっゃゃいいの2体になりましたねあそう昨日ね0時に心霊写真みんな送ってきてなかったからよかったマジで <laughs> そうあそう日本カワウソはねコーチが目撃最後なんですよ 見える配信だとねより大きく見えるそうあっ確かに姉妹みたいな立ン姉妹みたいな色がね濃い子があったもっとわかりやすいんだけど <laughs> ブラックリストを超えるあれにはねみんななりませんでした全然送るの忘れてた大丈夫あフフフフフフフ そうね、どっちがもうじゃあどっちがママなら分かんなくなるね <laughs>。お疲れ様です今日はですねあのもうダンスがやばすぎてちょっとしか配信できないんだけど今日は今日は。 ちょっとだけちょっとだけあの頑張ってありがとうあのね今から今日は写真を撮ってきたんですよ私それでその今日は、まあ、あのみんなとはいけなかったからちょっとみんなとねこんみんなと配信で <laughs> 水族館気分を味わいたいなと思いまして <laughs> ちょっと。 みんなであのさかなちゃんを撮ったんです撮ったんでそれを見て配信で <laughs> そうねみんなとも行けたらよかったんだけどあれなんでそうそう楽しかったのでその思い出を思い出というかみんなと一緒に行ってる気分になれたらいいなと思ってでもあのブレブレなんですけどまあ,あのそこは勘弁してください 待ってめちゃブレブレの出てきたそうこのカメラ持ってったんですよそうそうそう披露していこうで今日初めて撮った写真はこれ何か分からんけど一応これが何これ かぶ,かぶとこれかぶとじゃないなこれなんだ私も何を撮ったかわからないここにカメがいるよカメがいますカメがカ <laughs> メがいます <laughs> メンバーのこと今日でちょっと撮れてるのずっとねダンス覚えとったんですよ合間時間はカメですねで私が撮った絵ちょっとね ちっちゃから拡大するんですけどこれですこれはこれはブレブレです何かわからんカブトガニったかも待ってそうそうフ <laughs> の顔顔かなとはね これはなぜかうまく撮れたんですよ。ちょっとあの黒い部分はあのあれだからあの部屋が映っちゃうから拡大してるんですけどこちらですねこちら綺麗に撮れました。これは何ですか？こうかカワハリ？わ <laughs> かんない <laughs>。何これ？フグとなんかです。カワハリですね。 これはなんかねきれいに撮れたんそうん他にも見せたいのいっぱいあるからってこちらはブレたえこれ何ブレたなんかですこれはこれはブレたなんかです今みんなと水族館タイムしてます配信で今来た人たち是 <laughs> 非一緒に水族館しましょう ここれれメメリこれスナメリです <laughs> もう何取ったかも分からんなってる全部ブレとるのいや何枚かはブレてないけどあ待って一番ブレとるのがこれ私が取ったえっ、ー、とえあれクラリ私が取ったクラリがお腹すく <laughs> これつくお腹かあとこれが イワシなんですイワシこれも,ブレてますでも配信じゃあもう分かんないねぶれてることが。くラげが出てこんかった。あでも綺麗に取れた臭もあるんだよ。これはこれはやっと綺麗に取れた熱帯魚。 <laughs> ピントが全然合わんくてさちゃんときれいに撮れました拡大してみるとほらちゃんとあんま分かんないけど配信だとカラフルですねでもなんかそうよく分かんないでもここから3枚くらい綺麗な写真が続くなんか何か何かですねこんななんかなんか穴からピョンって出てる魚 何か分かんないけどそうこれは本当に綺麗マジでこれはちゃんと上手に撮れたあとこれはプリは私の大好物じゃーん私の大好物ですウツボじゃないと思う 音としててはい頑張るカニですねみんなあとこれはちっちゃいにもブレブレ <laughs> ブレブレにもですね大好物って大好物なんだよなん <laughs> か私のでか隠れ 隠れクマの実ですねでもブレましたあこれちゃんと撮れたよ待ってはい。でもでも意外とえ、これ上手私的にはこれはペンギンですペンギンですなんか カメラ撮るの楽しかったなんかさ全然分からんまま撮ったんですけどなんかピントがちょっと合えばうれしかった <laughs> そうちゃんとねぶれずにね撮れましたでんかなんか一匹だけはなんか毛が生え変わってる子がいてそれが <laughs> 可愛かったです この子この子ここの子この子子みんなと共有したいみんなと共有したいブレてるけどこの子が早変わりなうみたいな子でそうそうなん,なんか黒い部分が少ないよ、ね、なんか白いくなってるっていうかきっと上手になる,なるかなそう あれは生え変わってるのかなんだろうで、これはブレてるけど寝てるカワウソですねそうまたねツイッターにも載せれたられ水族関係も味わえるよかったそれは取ってきてよかったよあとはこれですこれはあのアシカ アシカなんですけど、すっごい形が面白い瞬間が撮れたのですごい気に入ってる写真です。<laughs> おもろくないここ <laughs>。ここのさ、いい瞬間を撮ってしまったんだよ。威嚇されなされてない。今日は寝てたのでね。もーちゃんの自撮りに 2, 3枚とピアちゃんの写真を。うん あかこれ足かえー、どっち <laughs> どっちか分かんないけどすごい耐性でしたあ,あとこれは何か分からんで飛んでる姿を多分私は撮ったらオットセイかもしれないこれはよく何か分からん自分で撮ってもこれは何だったんだろうアシカあこれがアシカよく分かるねこれはアシカ でもブレブレ、本当にブレブレ。<laughs> <laughs> 本当にブレブレ。牛じゃないよ牛 <laughs>、はい。で、かわいい子ですね。<laughs> 写真センスあるかないでしょ、絶対。<laughs> あのこれは綺麗に撮りました。ほら。えっ、ー、と。 ごめんな、ね、配信してるあれが映っ,っちゃうんですけど巨大巨大し,巨大化しよういっ拡大こちらデメキンですデメキン全部は取れてないけどねもちろんそうあとはでも金魚 綺麗な金魚とかそうなんか今金魚のなんかやってたイベントあとなんか近くにねこれアザラシかアザラシちゃんがいたんで撮らせてもらいましたねこんな感じモカが撮ったのはモカが撮ったのはこんな感じそう でも本当にペンギンとかのところめっちゃ綺麗に撮れたの配信じゃもう分かんないかもしれないけど <laughs> 配信でみんなと水族館 <laughs> ブレブレだった <laughs> いっぱい撮りましたそうご紹介でした私の撮った写真の綺麗なやつはなんか本当に綺麗に撮れて すごいね、ピントが合ってる写真とかがあっただからそれが嬉しかったです気分味わえたよかったペンギンちゃんの顔と名前えー、書いてなかったよ <laughs> 500枚もええでも上達はしたと思うなんかまずそもそもピント合う写真1個も撮れてなかったかなベストショットなんだろう ん綺麗に撮れたって言ったらでもペンギンなのかもしれないけどベストショットやっぱこれかなあこれかな <laughs> これかなその瞬間飛んでる瞬間みたいなのを撮ったこれが私の今日のベストショットですあでも でもさ、これも好きなんだよ。待って、これも好き。でもこれは本当に何かわからんみたいなブレブレです。<laughs> そう。ちょっとね、また上達したら送ったりします。<laughs> うだ <laughs> じゃなないと思う <laughs> なんだろう水族館行ってくる <laughs> またねそういう一緒に何か行けるのをみんなでもあったらいいなって思います <laughs> そう今日楽しかったのでやっぱ一緒に回れるのはだからなんだもっとこういうイベントが増えたらなと思う一日でした <laughs> そうちょっとこの一か月ね えあんま配信でちょっとしか話せないかもだけどごめんね魚釣りしたいみんなとやりたい外れたから普通にしまたあるよきっともっとなんか そういうイベントを増えることを祈ってるうん魚釣りしてね食べれるようになっちゃうそう魚釣りは前から言ってるね本当に前からやりたいやりたいって言っとってそうみんなでさ食べれるってなったらコロナがもっと収まらないと難しいと思うからそれはねまたできるようになったらいいなって思ってるよこんばんは。 そうです12日のフェス出ます14も出ます行こうかと思ったカツオのたたきもねそういうのみんなで食べるの難しい今はねなかなかそうだよねそうそうまたみんなでしましょう今から 岩国空港からトゥルカルを会いに来てくれてありがとうね。行くよフェス、ありがとう。今日は十二と十四のフェスを。フェスを。今日一日で覚えた後に。五周年を。もうちょっと覚える。っていう難関がありまして。 <laughs> 焦ってる本当にやばい頑張りますめちゃく大変やめちゃく大変かもしれない今月がもうびっくりしましたでだから10日に10日にパパが来てくれるんですけど家にでも私そっから多分仕事で <laughs>。 東京に行く仕事ばっかりだったり一日も休みなくなっちゃって多分どこにも行けなくなっちゃったんよそうめっちゃ予定があるのは嬉しいことだけど申し訳ないって気持ちがあります <laughs> そう24時間じゃ足りないそう2年前の桃ならいやもう号泣よ本当に2年前の桃はね今はねまあ頑張るしかないから会えない えどうだろうでも会えたとしても「ちょっと」みたいな朝と夜会えるかって感じお姉ちゃんと絶対に会えないですねお互いが忙しすぎてもう絶対に会えないと思うしばらく俺がパパなので泣いちゃうそんなこと言わないでもうかカだってね川に一緒に行って釣り堀とか行きたかったんだよ でちょっと練習とかが入ってるからいけなくなっちゃったのでまた今度の機会ですね1か月間頑張りますおおそうですねお姉ちゃんとはフェスとかが被ればいきますそうそう そうなんですよコラボ配信はねしちゃダメだと思います多分あのグループが違うから頑張ってね頑張りますね本番本番泣かないように今頑張るねおいそうね初日公演とかそう。 あれだね、新公園あるもんね。フェス出るのにもーちゃんがいないって,いてないって分った。<laughs> いやもう出なほんとかぶないんですよお姉ちゃんが出るやつになぜかいないやつにっていうねたまたまだとは思うけど。 今何分だ <laughs> ?15 分経ってるっけやばいやばい覚えなきゃ明日怒られる未来が見え見えかかってるから今 <laughs> 私に <laughs> あーあーごめんそろそろ終わります終わります 申し訳ないよー。頑張ってくるね。そんなやばいのえうん。本当に1か月のカレンダーを見た時に休みの日がなくてほぼ。あって本当にちょっとなんですよ。ほんとちょっとで。って感じうかの顔面はもう多分学校も全然行けないと思う。そう。ほぼない。数えるちょんちょんぐらいしかない。ので頑張ります。 課題もやばい、課題もやばいよ <laughs>。頑張るね <laughs>。はい、本番楽しめるように頑張ってくるわ。頑張ります。はい、十三位のふみあとまくふふさんありがとう。十位の和牛さんありがとう。十一ののりさんあとまくキーマイパスタさんありがとう。十位のタロウムさんありがとう。九位のタンポポのさぴさんありがとう。練習ファイトありがとう。八位のゼータさんありがとう。 練習頑張ってね応援しとるうん頑張ってくるねありがとう7位のゆたさんありがとう6位のまピアノピさんありがとう水族館キー味わえて楽しかったありがとう良かったそれはありがとうこういうのドラガンさんありがとう水族館でと嬉しいな優しいもんじゃないときとってきて良かったですありがとう4位の山さんありがとう一緒に水族館キー味わえて楽しかった感謝感謝 <laughs> みんな感謝してくれてるありがとうこちらこそ。 3位のとしさありがとう桃カメラマの上達が早かったお気ももしかので結婚してあ、こないだもしかじゃなかった <laughs> あれ <laughs> ありがとう二、えー、位のまささんありがとう1位のスタジオシュウクちゃんありがとう桃子みありがとう待って、ね、みんなのこと読めて、ね、7位のこうすけさんありがとう六位のわりゆさんありがとうぐらいかな 90やった <laughs> すごい高かったびっくりコピンさんありがとうひなっぴさんファイトありがとうしんさんファイトありがとうマサさんファイトありがとうすごい応援してくれてるうみ <laughs> さんライフありがとうたんぽぽのおさきさん短冊ありがとうピアノのピーさんはてありがとうやまさんいいねありがとうとしさんはてありがとう頑張ってくるね ありがとうございましたブレブレ写真見てくれてありがとうまたねありがとうバイバイ